あったかいですね、全然。これね、あ、でもこれ中に入れそうな感じですね。今日はね、真庭市にある温泉街に来ました。真庭温泉という廃屋感のある温泉街に今日は行ってみようかなと思います。廃墟化した旅館がだと思うんですけどね、結構多いんじゃないですかね。あったかいですね、全然。温泉としての機能はあると思うんですけど、多分旅館とかがもうやってない感じだと思うんですけど、中に入れそうな感じですね。もしかしたら防空壕だとか。違う。やってないか、これ。食堂とかそういう機能としては動いてるみたいなんですけど、その旅館的なものはおそらくやってないと思いますね。はい、というわけで今日はねこんな感じで終わります。はい、真庭温泉です。でよくね、この県北に行くとき、まあ通るんですけど、ここでね、実際どこが温泉なんだと思ってたんですけど、まあ階段に登ったらその1軒だけあるという感じでしたね。なんかいろんな複数あるのかなとか思ったんですけど、そうでもなくて温泉のそのお店は一つだけやってる
ような感じでした。はい、というわけで今日はこんな感じで、ヒルゼンとかね、そっち方面に行かれる方はぜひちょっと寄ってみてください。なかなかね入りづらいかったんで、まあ、今回ねその行ってみて、意外とアーチをくぐれば入りやすい場所でした。というわけで今日はねこれで終わります。ありがとうございました。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。